ランさん、大画像文化六年、谷文長筆、小野蘭山さん国立国会図書館像、小野蘭山文化七年一月二十七日は、江戸時代の大本像学者。名は、四季博、通称は紀内、字は異文、号は蘭山、旧福べこ。しばしば、日本の輪廻と称される、京都出身。門弟に、杉田玄白、木村健足堂、飯沼翼祭、谷文長 桜田金彩、水谷豊文、三谷幸喜、狩谷駅彩、吉田立仙、山本森春本生は佐栄岸。京都桜木町で再起職、茂の次男として生まれる。13歳の時から父の死であった松岡博志庵に本蔵学を学ぶ。非常に記憶力がよく一度聞いたことは一生忘れなかったという。ところが5年と経たずジョアンが死去。 以後は独学で、本造学を学ぶことになる。そんな中、ランさんは一つの壁に突き当たった。実はそれまでの本造学は中国から伝わった理事鎮の著書、本造項目をもとに作られたもので、日本固有の動植物、鉱物などに適した形を持っていなかった。そのことから、ランさんは積極的に山や森に分け入り、日本の本造学づくりを志した。十五歳で、 京都丸田町に、私塾、周織県を改塾、多くの門人を教えた。蘭山が研究した、本像学は広く知られることになり日本中から生徒が集まり千人を超える人間が育っていったと言われている。ただ、塾を去って郷里に戻った後も本像学を続けた、者は十人に一人もいない、という。しかし、郷里に戻った門人と蘭山との所感が数多く残り、 手紙で教えをこい続けた弟子もいたようだ。天命8年1月30日、蘭山60歳の時、天命の大火が発生。四塾周織県も大火に焼かれ蘭山も、門人の吉田立仙の家に避難。この大火で、門邸たちは、散り散りとなり、しばらくの暇ができた。蘭さんは、自身の研究をまとめる、著作の執筆をして過ごした。 完成11年71歳の時、幕名により、江戸に移り学校教授方となる。共和元年引く、文化2年にかけて、諸国をめぐり、植物の採集。今日和3年75歳の時に研究をまとめた、著書、本蔵項目啓蒙を脱行。本八1882種を掛け表す大著で3年に、かけて、全48巻が刊行され、 日本最大の本草学書になった。小野蘭、山母、文化7年1月27日死去、去年82、母書は練馬区の芸説院。小野家の母大寺である上京区の阿弥陀寺には、墓はないものの、過去帳には記載されている。没後100年にあたる明治42年14位を、増位され、小石川植物園で、小野蘭山先生100年記念展覧会が催された。 平成22年の没後200年記念でも各地で催し物が開かれ、京都府立植物園には、おの蘭山や検証碑が建てられている。蘭山が残したものに、ホタルの語源について述べたものがある。ホタルは日本書紀の記述からすでに、ホタル、安田止めなどと書かれていて語源については諸説ある。貝原駅券は、東出るから、ホタルとしらんさんは、星が出るから、 欲しすぎるとしている。ありがとうございます。